今日は何でしょうか。何の相談ですか。はい。大学に9年留年した私はバカかと。あなたね、それね、私にする質問じゃないですね。と言いますのも、私は大学に行ったことがないので、留学がですね、バカかどうかわからないんですよ。でもね、留年したら、学費とか、費用とか、かかるじゃないですか。え？自分で稼いだ。だったらいいですね。え、なんでバイトですか？え？ FX で1億円儲けて、それで学費捻出した。いやね、その、あなた、1億円儲けたならバカじゃないでしょう。私もね、実はね、FX やってて、10億円儲けたんですよ。すごいでしょ。そういうのは嘘です。結論言いますよ。いいですか？自分がバカと思ったらバカ。バカじゃないと思ったら、バカじゃない。以上。